指先に乗るサイズの動力車 T ゲージとは、期間 3mm1450 スケールの鉄道模型である。名称は、数字の3を表す、英単語の先頭の文字から命名された。2006年7月に開催された、東京おもちゃショーで、英振動社長の平井博史賞から発表された。2000年代に登場した有給企画において、2010年5月現在の、 日本の技術力により量産化できる最小の鉄道模型と考えられている。試作品は光造形技術を駆使して作られた状態で約30年前の N ゲージのようにモーターのうなりを上げて走る。日本からこのような世界最小の鉄道模型が量産化されるのはモーター、歯車など精密加工技術の裾野が広いためだと考えられる。 2006年の発表時は2006年末に販売予定であったが、小学館の雑誌、ラッピッタで行われた通信販売を除き、一般の店頭に並んだのは2008年秋に入ってからであった。それまでの間、日本鉄道模型の会や浜松町、OBP、静岡、幕張、百貨店等各地のイベントでは展示があったが発売に至らなかったため、一時は、 発売をいぶかる声も聞かれた。2010年夏、英振動は香港のメーカーに販売権などを売却し、発表からわずか4年で T ゲージの業務より撤退した。これにより T ゲージは日本国内の鉄道模型市場から姿を消したが、日本よりも反響が大きかった日本国外では販売が続けられた。その間、英振動時代からの技術をもとに引き続き製品、 開発が続けられ、低速での走行性能を大きく改善した PWM 駆動のパワーパック、よりスムーズな動作を可能にした新メカニズムを搭載した新製品が導入されている。2010年以降、日本では一般に流通していない状態が続いていたが、国内の模型電子部品ショップ MSR が香港のメーカーと正規販売代理店の契約を結び、 2019年8月から再び常時国内で購入することができるようになった。ありがとうございます。